どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日は、えー、ANA の特旅マイルキャンペーンね、えー、紹介していきたいと思います。まあ、この動画はね、まあ、本当に特旅マイルのキャンペーンを、まあ、そのまま紹介するだけっていう、えー、単純な動画なんですけども、まあ、あの、ANA のね、キャンペーンは、ちょっとね、 わかりづらいっていうのと、あの、3000マイル。ま、あこのキャンペーンはね、必要マイル数より、まあ、少しね、少ないマイルで飛べますっていうキャンペーンなんですけども、あの、マイル別でね、結構わかりづらいんで、あの、ここにガンって出しておきますんで、あの、一気にね、見れる方がね、楽ですよね。<laughs> ということで、作らせていただいてるんですけども、ま、ああの、こちら見ていただいて、あの、 あ、いいなみたいな路線があったらぜひね、利用してみてください。で、え特、ー、旅マイルキャンペーンはですね、えー、ANA のインターネットのキャンペーンとなっておりますんで、注意事項ですね。こちらは、ANA のデスクに電話して予約すると、必要マイル数が普通のまま取られますんで、インターネット限定です。PC かアプリで、えー、検索して、予約完了まで行ってくださいね。そうすると、えー、キャンペーン適用のね、マイル数で利用することができますけども、デスクに電話すると、 そのままのマイル数が取られますので注意してください。今回の特、えー、旅マイルの、えー、期間なんですけども、えー、予約が、えー、16日から22日まで。で、えー、実際の登場期間が17日から、えー、23日までとなっておりまして、こちらね、予約は前日までね、できますんで、で、予約はね、もう開始しておりますんで、えー、覚えておいてください。えー、今回はですね、えー、先週、 え、出したね、特ビマイルキャンペーンの、えー、対象路線とね、そこまで変わらない感じですね。うん。本当に変わ、変わらないっていうか、ちょっと路線がちょっと減って、ちょっと増えたぐらいなんで、まあでも、どこだっけ、東京、札幌とかね。で、東京ね、こんえー、前回なかったんですけども、えー、今回はね、東京、帯広とかね、えー、も追加されて、やっぱり北海道、東京、札幌も健在して、さらに東京、帯広、 えー、しかもこの帯広路線は羽田空港から行ける路線となっておりますんで、やはりいいですよね。北海道を力入れてるのかなっていう感じですね。ちょっと紅葉とかまだ早いのかもしれないですけども、まだ10月ですんでね。えー、北海道の方って多分寒いから多分もうちょい後だと思うんですけども、えー、ちょうど閑散期なんですかね、今の時期は。そんな感じもしないんですけども。で まあ、4500マイル区間、3000マイル区間もね、まあ、ぼちぼちっていう感じで、うん。まあでもね、前回よりちょっとね、4500マイル区間はですね、前回は 16? そうです。246。16路線から、えー、12路線までちょっと縮小されたんで、まあ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 、あれなのかなっていうところですね。ねで、6000マイル。 で、6000万ですね、前回福岡、札幌っていう、えー、ルートが、ね、あったんですけども、えー、今回の、えー、今週の、ね、やつからは、えー、福岡、札幌はちょっとなくなって、新潟、沖縄だけになっておりますね。うん、でもこの新潟、沖縄本当にすごいですね。先,先週出てきて、 ま正直ね、2週連続で出ると思ってなかったんですけども、ここ片道1万マイルですからね。えー、往復で2万マイルかかるところが往復1万2000マイルですからね。これはお得っていう。<laughs> まあでも、新潟空港までは行かなきゃいけないんですけどね。でも,でも新潟周辺に住んでる人たちはいいですよね。うん。やはりこの路線が一番必要マイル数的にはね、お得かなっていうところですかね。 うん、前回と同じこと言ってますね。<laughs> でも今回はね、福岡札幌路線消えてしまったんで、ちょっと残念ですけども、まあこの新潟沖縄路線ね、ぜひ利用できる方はね、利用してみてください。そうですね。まあ今回はこんな感じっていうところですかね。やはり、えー、東京札幌、えー、東京帯広か、うん。おすすめですね。で、この帯広路線はね、えー、羽田空港っていうのね、また特におすすめですよね。うん あの、成田空港、やっぱり行くと結構遠いですからね <laughs>。ま、今回の動画はね、まあ、こんな感じで、まあ、本当に ANA のキャンペーンをそのまま紹介してるだけなんで、まあ、あの、ANA のキャンペーンっていうのはね、ちょっと本当にね、わかりづらい <laughs>。でね、あのー、先日のね、えー、台風すごかったですよね。まあ、その関係もあって、このキャンペーンをね、一番最初のトップ画面に出してない部分もあるんですよね。やはりちょっと、あのー、ね、 え、被災された方がいますんでね、それの関係だと思います。で、あの、<laughs> ANA のね、トップページにも特マイルキャンペーンバンって出てないんで、 ちょっと私のねで、この動画の概要欄に、えーせえー、ブログの URL、ブログじゃない、<laughs> ANA の講師キャンペーンのね、あの、URL 入れておきますんで、ま、あもしね、利用されたいっていう方はね、そっちから行っていただけた方が楽かもしれないですね。私もね、ANA の画面で結構探したんですけども、結局出てこなくて、ちょっと私のブログじゃなくて URL からね、えー、検索してみてください。えー、今回はね、まあ、ちょっと簡単ではあるんですけども、えー、ANA のね、特旅マイルキャンペーン、まあ、ああの、 一気にガンって見れた方がね <laughs>。あの。 楽、楽だと思いまして、この動画作らせていただいてます、えー。今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、ツイッターでですね、私、本当に日常の普通のことまでつぶやいてますんで、ぜひよかったら <laughs> フォローしてください。で、私のチャンネルではですね、こういう ANA のこと、ANA マイル、ANA マイルのため方とかね、最近ねはポイントサイトを を、えー、元々ポイントサイトからね、えー、マイルを貯めてたんですけど、そのやり方とかね、実際の案件とかもね、紹介させていただいております。あとね、クレジットカード、飛行機登場レビュー、あとホテル、えー、宿泊レビュー、うん、あとクレジットカード、お得情報なんかもやっておりまして、あとね、私の大好きな街、ニューヨークの紹介なんかもね、ちょっと最近できてないんですけども、えー、やらせていただいております。もしよかったら、ね、ぜひチャンネル登録お願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ